キリモドキ族は、農前カズラカに属する中南部原産の低木、または高木から成る族である。ジャカランダ族とも呼ばれる。ジャカランダと総称されるが、うち一種、キリモドキジャカランダミモザフォーリアの別名でもある。マメ科のブラジリアンローズウッドも、ジャカランダと呼ばれることがあるのでこの族と混同される、こともあるが、別名である。タルコとも呼ぶ。 高さは2メートルから30メートルほど。葉は多くが2回羽状服用で、見かけはアカシアやネムの木に似る。ただし1回羽状服用、または単葉の種もある。花は塩水果樹につく。果敢は五列し色は青、または青紫色、一部に白い種類もある。湯水の他に長い仮湯水を持つ。果実は扁平で卵型。 または超円形の果てで多数の種子を含む。原産地では桜のように葉が出る前に花が咲くが、栽培環境によっては葉が出た後に花が咲くこともある。49種ほどからなり、ジャカランダとディロボスの2つの節に分類される。ジャカランダは火炎木、宝木と共に世界の三大花木という人もあり、日本ではあまり見かけないが徐々に移入されていて、 次の3箇所が比較的に知られている。日本への本格的な発導入は、琉球政府当時の沖縄で1964年に、天野哲夫が、ボリビアの沖縄移住地から種子を持ち帰り育てるのに成功し、満開になった時の情景が死運が空に、たなびいているように見えることから、死運、僕と名付けたという記録がある。メキシコシティの測らんだメキシコシティでよく見られる。 ジャカランダは、メキシコ革命後に、日本人移民の庭師、松本達五郎、三四郎親子が、雨が少なくてもよく成長し花の期間が長いことから、主要道路の街路樹として、アルバロー・オブレゴン大統領に植栽を進めたのが、きっかけである。日系人の間では、メキシコ桜とも呼ばれ、今でも春の花として市民に親しまれている。 松本はカルフォルニアのジャパニーズティーガーデンなどを手掛けた庭師でメキシコの鉱山王に招かれて当地に渡り、裕層宅の庭園作りで名を挙げた。南アフリカのプレトリア市役所前広場のジャカランダ。南アフリカ、特にその行政府があるプレトリアの街路や広場には多くのジャカランダが植えられていて、この街はジャカランダの街と呼ばれている。オーストラリアでは、 南アフリカと同じくジャカランダが街路樹として広く植えられており、特にクイーンズランド州の州都ブリスベンで1864年から植えられてきたと言われる。ブリスベン近郊で毎年9月末から11月まで開花し、ジャカランダのパープルレインの花見ができるスポットがたくさん点在している。ニューサウスウェールズ州北部に位置するグラフトンでは毎年10月の半ばから1ヶ月ほど、 ジャカランダ祭りが開催され、街中に見栄えの良い満開のジャカランダ並木が至るところにある。シドニー周辺にも同時期にジャカランダの並木が鑑賞できる。ありがとうございます。